しております。これから本当はですね、修善寺に向かう途中なんですけど、時間も少し余ってるので、あれだテディベアミュージアムっていうのにね、行ってみたかったんですよ、昔から。でたまたま近く通るんで行っちゃおうかなと思ってるんで、テディベアミュージアムに向かいます。来ました。なんかこの辺雰囲気すごいですね。ジブリの世界観を作ってるのかな。いろいろな建物がおしゃれですよ。入り口がわからない。どっちなんだ。隣のトトロぬいぐるみ展が現在開催されてるみたいですね。ラッキーですね。トトロがいましたよ、あそこに。あそこに猫バスもある。ちょっと映っちゃうから。Excited to come to our home. All the cubs are inside waiting for you. テディベアの歴史が。この雰囲気すごい。中にたくさんのテディベアが乗ってるんですよ。見えますか。あ、ぼやけてるね。あ、こんな感じで。楽しいですよね、こういうところね。いつもはあまり時間がなくて来れないですけど、たまーに入るとね、やはり世界観に飲まれますよ。からテディベアたちが楽しんでますね、ご飯ね。楽しんでるな、みんな。でかい子がおりますわ。これとかすごいですよ。これ欲しいですね。子供の頃に欲しかったな、このおもちゃ。見てよ、テディベアがテディベア作ってる。かわいすぎか。1ミリのテディベア、ピントが合わないか。また全然見えない。こういうの好きなんですよね。隣のトトロが来ましたね。あ、音楽が。そしてそこにでかいのがいるんですよ。すげー、猫バスだー、本物だー。入っちゃおう。すげー。こっち座れる。ふかふか。これはあのトトロの、トトロに登場する松号の図。こんな感じらしいですよ。
雰囲気。メイとサツキがね走ってますよ。あ、そこにお父さん、お父さんだっけ、あれおばちゃんいますね。そしてよーく見たらトトロいたー。これね、全部お見せしたいんですけどね、周りに人もいるので、もうね、いろいろなシーンがね、よみがえりますね。ざーっと撮ってるだけで、すーごい。そして、猫バスとトトロ。あー、有名なシーン出たー。有名なシーン出ちゃいましたね、これ。これも世界的名言の一つ、お邪魔タクシー。そのシーンですね。お邪魔タクシー。さつきがなんかあれですね、若い頃の榊原郁恵さんみたいですね。そしてこちらが先ほど見た猫バスですね。興奮。実際座ってみたんですけどね、猫バスふっかふかですよ。これボミンボミンしてましたからね、猫バスね。ふっかふか伝わりますか、この感じで。そしてトトロの猫バスを抜けると、またなんだこの雰囲気は。もう終わりかな、そろそろ。雰囲気はすごい変わりましたね。なんとテリーベアファクトリーに抜けました。テリーベア作ってるみたいですね。撮影しづら。すごい、ビューティーサロンありますよ、テディベアの。これなんという世界だ。これは人気あるでしょうね、このワークショップはね。そして最後にお土産屋さんに案内されるという形ですね。はい、テディベアミュージアム出ました。お、またおしゃれなカフェとか、あ、なんか、あ、すごいねこれね。あ、生き物みたいですか。出ました。思ったより長く滞在してしまいましたね。駆け抜けたらおそらく5分だな、5分で終わっちゃいますね。ただ好きな人が行けばもう1時間以上全然入れるんじゃないですかね。ああいう雰囲気はいいですよ、本当に。時間があったらまたこういったね、いろんな博物館とかこう変わったスポット行きたいんですけどね。今日はこの辺で次の宿に向かわなきゃいけないんで、出ます。ご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。